今回の金城は正真正銘鴨志田にまだらめだってそうだ。自分の欲望のままに他人でもさ、そいつらの悪事に気づいてるやつも周りにはいるわけだよな。なんで見て見ぬふりするんだろう。助けたりしないのか。でも勇気がない。人間って弱い。人間なあ、我が輩ってお宝触った時思い出したんだよ。無理し我が輩生あったかいこと考えてみりゃそんなはずねえよな。我が輩怪盗団の先夜更かしはお肌に悪いぜ。主よりお話だ。おとなしく聞け。今度は醜き暴食の塔を下したか。公正に励んでいるようで何よりである。囚人ごときにはもったいのないお言葉、大切にしなさい。あの男の話覚えているだろう。くらい鶏でも覚えていられる。いい気になるな。廃人化の件ですね。他の能力者の話だ。公正をなすならばいずれ相まみえることになるか。楽しみが増えたな。私から贈り物だ。今のお前にふさわしい新たな力を与えよう。お前にはより力を磨いてもらわねば。よし、時間だ。習字戻りなさい。フィアなんて言われてた連中だし、ありえるのかもな。改心成功したのかな。まだ何とも言えないな。
金城が言ってた精神暴走って？わからん。でもニュースで盛んに言ってる精神暴走事件とかのことだろうな。我が輩たち以外にパレスに入ったやつ。そうだね。今はとにかく金城が本当に改心したのか、その結果を待つ。ありがとう。マジでか。ちょっと相談があるの。いい？私はこれまで何の問題もない優等生としてやってきた。生徒会長としての職責も問題なくこなしてきたつもりよ。嫌味とかじゃないの。私がそう思い込んでいただけだから。でも鈴井さんや金城のこと、結局私一人じゃ何にもできなかった。従ってばかりの優等生じゃ、いざって時どうし、怪盗団に入った以上私もみんなの役に立ちたい。でも今まで勉強ばかりで、あの見識を広めなきゃと思うの。参謀って、まず第一歩として生徒のことをもっと知ろうと思うの。でも私そういうの疎いというか、他のことをちょっと感覚ずれて。本当？なら、でもみんながそういうのちゃんと。それに生徒の実態把握は生徒会長の務めでしょ。監視とかそういうのじゃなくて、みんな。それに怪盗団に入ったからって生徒会の役目もおろそかにできないわ。でさっきの話だけど、普段みんなが遊びに行くのってどういうところなの？映画館なら私もたまに行くし、そうだ、ゲーセン。よかったら連れ。こんなことで見識が深まるかわからないけど、よかった。一人で行っても私じゃよくわからないだろう。じゃあ。みんなこういうところで遊んでるんだ。意外と女の子も多いのね。ねえ、あれ、あの銃でモニターを狙うのね。なかなか本格的。
し良ければ付き合ってくれない？やった！え？嘘！あうん、こんな感じね。これ自体はゲームだけど、もしかしてテクニックは戦闘に普段行かないところに来たせいかな。こういう発想できたの。みんなが普段どういう風に過ごしているのか、こういう世界もあるのね。そんなことできればまた手伝ってもらえない？こうやって勉強以外の知識が増えれば。時間取ってもらう分、期待には応え、今すぐ何かできるとかじゃない。君たちの怪盗行為、それを妨害するも敵の分析に特化した者がいたからこそ切り抜け、そうよね。我はなんちぎりわ。あなたたちって金城の件で歓楽街に行ったのよね。私ね、今度は歓楽街に行ってみたいの。実はそういうところでうちの生徒を見たって情報があって、まさかとは思うけど一度確認しておきたいの。もういい時間ね。帰ったか。
だよ。ありがたく思え。まあいいだろう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 。そうか。おう。よし、どれにすんだ。おう。よし、どれにすんだ。ああ。おう。よし、どれにすんだ。おう。よし、どれにすんだ。そうか。おう。それにいたずらに使うんじゃねえぞ。よし、どれにすんだ。おう。うん、気に入ったか。よし、あ、どうだ。おう。それ壊すんじゃねえぞ。また来い。おい。なんだよ。まあいいだろう。ありがたく思え。まあいいだろう。まあいいだろう。ありがたく思え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 。
るとするか。暑いわね。そうそう。よく聞け。賛成だ。私も乗るよ。うん。よし。一暴れするとしますか。仕事の時間だな。さてと。Thank you.
演劇が有効。手間取る相手じゃないはずよ。祝福属性が効果的ね。隠した相手に引っ込む。ジョーカークイーン。ペルソナ。戦力はこちらが上よ。火炎属性の攻撃で弱点をついて。いい調子だジョーカー。敵2体消えたな。敵全滅。終わった終わった。かっこいいぞ。次行こう。次鮮やかな勝利だ。さて手応え。さて、かなり余裕だったわね。悔い改めなさい。ザ・祝福属性はダメよ。他の攻撃で倒して。ベルトラ容赦しない。次に行きましょう。鮮やかな勝利だ。さて
よし。余裕。
てと。やるか。